目いっぱい。ポケガメさん、アンスタ会話が荒れています。久しぶりだね、アンスタ。チャンネル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 登録。滝沢カレソさんがツイートしてんの。女性向けのイケメンアイドル育成アプリアンサンブルスターズアニメ化決定、先行上映会が実施される。ファンの女性2人が上映会場に髪をつかみ殴り合いの喧嘩をしていたと目撃談。登壇した男性声優がたじろいでいた。でも喧嘩した客の座席番号が晒されてたんだって。エレメント上映会、現地夜の部 A ブロック5列23から24に座っていた人、この2人の間に何があったか分かりませんが、髪を掴んだり叩き合ったり殴り合ったり、あなたたちが目の前にいたせいでトークショーに途中から全く集中できませんでした。二度と来ないでください。で、座席晒されてたツイートがこれ。アリーナ A ブロック5列23から24の女、頭が冷えたエゴさして読めよ。これを絶対許さないから、二度と来るの、私の前に座るの。しかもリプでもその騒動を見たよっていう人がいっぱいいますね。大体なんかそういう会場ってさ、ジャニオタとかもそうだけどさ、なんかチケットの転売だったりとかさ、なんかそういうのじゃん、なんかその場で行われる。なんかジャニーズの動画も出てましたけど、結構そういうイメージがあったから、殴り合いがよくわからない。しかも何、歌プリっていうやつも炎上してたんや。歌プリ女アイドルバージョンが出たの。原作ゲームを7年待たせている本家より手の込んだ PV が公開されて炎上。生みの親がそれに切れて曲作らない宣言して大炎上。あ、歌のプリンス様、あ、知ってるそれ。何、歌のプリンス様って原作ゲーム7年も出てないんだ。へえ、それで何、女アイドルバージョンの PV 公開して炎上してたんだ。あ、そうなんや。動画を見てたそこの君、今すぐこの画面をスクショして LINE で友達追加してください。友達追加するとポケ画面の最新情報を毎日受け取れる。ほらほら、早く追加してお願いします。それでは続きをどうぞ。アンスタエレメント先行上映会への殴りについて当事者であるとツイッターした方の連絡が取れましたため合格させていただきます。当事者と名乗っていた偽物晒すみたいな文面だな、見た感じ。偽物であると判断した証拠ツイート、ツイートでは当事者であると主張し続けていたのか。あー、じゃあ偽物ってことね。なんだなんだ、殴り合いの本物なのに偽物、意味がわかんない。どんだけ炎上商法したいんだよ。なんで殴り合いの本人な、どういう炎上商法な。で、これがこの偽物。アンス上映会で殴り合いしてきた、意識失い限りで、今目が覚めたけど炎上しててびっくり、みんなごめんね。これは偽物やろ、誰が見ても。ラーメン屋に行ってきたノリでツイートしとるやん。友達とラーメン行ってきた、もうめっちゃ腹パンパンでさ、そんなノリで殴り合いツイートするやつおらんよ、軽すぎる。あー、消えたアカウント。お分かりいただけただろうか、軽すぎる。あー、消えたアカウント。あー、消えたアカウント。消えた、何があった、奇跡のタイミングで消えたぞアカウントが。俺の足見てたんか、消えてたのか、それとも。でも消えてたらあのツイート見れないよな。信じるか信じないかはあなたた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 次第です。皆さんね、殴り合いやめましょう。人を殴ったっていいことはない、殴り合うんじゃない、思いやりで輪をつなげていこうよ。ぬくもりを分け与えてください。はい。Love and peace。The fight clock is brought to you by Modelo.